アラフィフのファンではカバー力が命。はい、皆さんこんにちは、エズチャンネルです。先週末ブラックフライデーで近場なんですけれども、ちょっと2泊3日でお買い物旅行行ってきたんですけれども、その時の購入品をご紹介したいと思います。週末すごい寒くてプールとか入ったりしてたので風邪ひいちゃったみたいで、ちょっと声が聞き取りづらくてすいません。では始めていきます。まずこちら、セフォラで買い物しました。ファンデーションを買おうと思ってたんですけれども、私アラフィフなんですけれども、アラフィフのファンではカバー力が命です。いろいろね、隠さないといけないものがあるんですわ。ということで、ファンデーションに求めるものはまずカバー力と、あとは潤いとかなんですけれども、最近はこのイットのファンデーションとか、これすごい安いんですけど、ウェットンワイルドのファンデーション、ゴールデンベージュとイットの方は、これはイルミネーション CC プラスミディアムっていうカラーを使ってたんですけれども、カバー力はすごくこの2つあるんですが、なんかね、肌がちょっとガビガビっとした感じ、なんか乾いた感じになっちゃって、なんかあんまり仕上がりが良くないなと思ってたんですね。なんかいいファンデーションないかなと思って、前日ウルタって日本で言ってるのか、 ULTA オータンの方に行って、なんかファンデーション探してて聞いてみたら、このランコムのテイントアイドルウルトラウェア、このファンデーションいいわよとかって言われてつけてもらったんですけど、すごく良くて、でその時は買わなかったんですけれども、この間ブラックフライデーでサウスセンター行った時にセフォラがあったので、セフォラで買ってきました。これは SPF15 オールスキンタイプ、カバレッジ4つついてるんですけれども、色味が320のビスク W という色です。これリキッドなんですけれども、こういう感じでこうなってて、こうピュッピュッと出してこう塗る感じなんですけれども、これすごく試してみた時も良かったですし、今日もちょっとつけてるんですけども、カバー力もまあまあありますし、潤う感じなので、そんなガビガビにならないので、これいいです。これ結構気に入ってます。これ値段はちょっと高い、やっぱランコムなんで$47で、ワシントン州はちょっとタックスが 10% 高いのでタックスがついて、まあ、$50.51、5000円ぐらいするんですけれども、まあでもこれすごく良かったです。オルタで試した時にエスティローダーのダブルウェアと両方右と左で塗ってもらって、試してその後どれぐらい持つかなと思って何時間か見てたんですけれども、私の肌にはダブルウェアよりもこっちのランコムの方が合いました。なのでこれを買いました。セフォラはメンバーになっているとお誕生日の月にはプレゼントをもらえるんですね。先月ちょうど私誕生日だったので買った時におまけみたいなのもらいました。でこれは何個か種類があって、その中から選ぶんですけれども、私はこのキャットフォンドビューティーってやつのおまけをもらいました。中何が入ってるかっていうと、クリームリップスティック、アウトロー、ロリータ、ヴァンパイア、使うかなこの色わかんないけど、このリップ3色と、タトゥーライナー、アイライナー、ウォータープルーフのリキッドアイライナーで、こういう筆になってるタイプなんですけれども、セッティングパウダー、トランスルーセント、色のないやつ、こういうの3つのセットをもらいました。セフォラメンバーになっているとお誕生日の月に行くと、こうやっておまけがもらえるので、ぜひ登録してみてください。セフォラは以上です。メイシーズでピアスを1個だけ買いました。あんまり知らないブランドなんですけれども、こういう感じで、こんな感じのちょっとぶら下がる、なんかこの線が細いのがデザインが気に入ったので、特になんか買うつもりなかったんですけど、見てたら可愛いなと思ったので買いました。これはまあダイヤモンドではないんですけども、元のお値段が$59だったのが 20% オフになってまして、$47.20プラスタックスかな、$52ぐらい、そんなに割引率は良くはなかったんですけれども、デザイン気に入ったので買ってみました。メイシーズは以上、これだけです。ノードストロームラック最終日に行ったんですけれども、フリースみたいなのを買いました。こんな感じのネイビーのモコモコの感じで、ミディアムサイズ、ね、結構大きな感じなんですけど、ダボっと着るのがいいかなと思って買いました。で横にポケットもあって、着るとすごくあったかくて、着た感じもすごい可愛かったのでこれを買ってみました。そう、これはねセールなってなかったんですよ。だけどいいなと思ったんで買いました。$34.97。ノードストロームラックはもうそれしか買わなかったかな。 REI っていうアウトドアのお店があるんですけれども、そこでエコバッグを1個買いました。可愛かったのでこんな感じの
エコバッグでフリースって書いてあって REI コープ、色とかもなんかデザインが可愛かったのでこれ買いました。セールではないんですけれどもすごく安くて$5.95、ちょっとお買い物とか行くときにいいかなと思って買いました。他のデザインもいろいろありまして、私のものは以上なんですけれども、きなこが買ったものが1個あるのでそれちょっと紹介します。グリッターちゃん、はい、これです。ビルドアベア、ビルドベアというお店なんですけれども、大きなショッピングモールとかには結構あるお店で、見たことはあったんですが入ったことはなかったんですけれども、この間モール行った時にもう入ってすぐがそこのお店だったんで、もう避けられず入ることになっちゃって、入ったらもうダメだよね、じゃあもうこれクリスマスプレゼントねということで買いました。とここの店は、いろんな種類があるんですけれども、こういった感じのぬいぐるみを自分で選んでカスタマイズして作れるっていうお店です。その動画また別で上げますのでよかったらご覧ください。これはユニコーンなんですけれども、外側を自分で選んで、あとこういったアクセサリー、こんなケープ、マントっていうのかな、あと引っ張れるリーシュ、あとこの靴とローラースケートと買いました。なんやかんやで結構高くつきますよね。あ、ブラシも買ったね。選ん でそしたらお店のお姉さんがいろいろ説明してくれながら中に綿を詰めてくれるんですね。それも結構楽しかったんで、そういうのも1回ぐらいいいかなと思って買いました。まずこのユニコーンが$25.50、このリーシュこれが$5.50、この靴が2つセットの2つ買わないといけないんで 4本足あるから、靴が8ドル2つで8ドルかける2、だから$16。ローラースケートのコロコロが2つで7ドル。だから7かける2で14ドル。ケープ、これが14ドル。10ドル分のギフトカードが5ドルで買えるっていうのがあったんで、5ドルお得なんでそれも買って、全部で80ドル。タックスプラスで$87.50でした。で、そのギフトカードでブラシを$3.50の買って、で$3.85、ブラシがこれ、こういうブラシで尻尾とかをこう溶いてあげると、たてがみとか、これは$3.50でした。そうだからもうだいたい9000いくらぐらい、1万円弱ぐらい、結構するよねなんですけど、すごい気に入ってたんで一生に一度の思い出ということでいいかなと思って買いました。可愛いですけどね。でもずっとどこに行くのもこれ連れてってましたので気に入ってたようです。以上がブラックフライデーの購入品でした。日本でもねブラックフライデー最近結構セールやってるそうですね。皆さんは何かお買い物されましたか？でこちらはもうだいたいこのブラックフライデーあたりからクリスマスに向けてもう1ヶ月ぐらいはショッピングのシーズンでみんながすごい買い物しまくりますので、結構お店とかも夜遅くまで開いてたりして結構にぎわってくる季節になってます。はい、ということで今回はブラックフライデーの購入品の紹介でした。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。